活やビジネスで欠かせない電話。着信音が鳴って、電話に出た時の最初の一言といえば、やっぱりもしもしと応じる人が多いんじゃないでしょうか。ホームページにこんな疑問が寄せられました。私たち日本人は電話で通話するとき、どうしてもしもしと言うのでしょうか。さあどうですか、皆さん普段電話でもしもしって言いますか。まあ言いますよね。なんかここでも伊達さんとつなぐときもしもしって言うじゃないですか。そうですね、クラスの伊達さん、もしもしってね、もしもしみたいなね。あ、でもこれ答えってあれじゃないの、有名なやつじゃないの、何ですか。え、いいですか、お願いします。モースモースじゃないんですか。そうですね、もしもしの語源としては、モースモース、はい、その通りです、はい、そうではなくて、なんですけど、まあ、なんでその電話の第一声がもしもしになったのかっていうところを今日はちょっと遡ってみてみようかなって。まあ、でもなんか友達とかだとはいはいとか言っちゃったりとか、うんうんね、会社の電話だとお疲れ様です、そらですみたいな感じとか、あと報道で忙しいデスクはもう時間ないからって言って、もしって1回だけ、そんなことあります。時間短縮するっていう、そこ短縮あんまり意味なってないと思うんだけど、うんうん、さあそれでは見ていきましょう。今日はですね、国語辞典の編纂者で日本語をもっと捕まえろの著者の飯間浩明さんにお話を伺いました。実はこの電話の第一声、最初はもしもしではなかったそうなんですね。電話というのは1890年に開通しました。で、当初はこの直接私から辰田さんに電話したいときに直接つながるものではなくって、うん、電話交換手に電話したい相手の番号を伝えてつないでもらう方式だったんですよ、うんうん、なので、まあ、受話器を取ったら電話交換手のトラヤさんにまずつながりまして、うん、トラヤさんに辰田さんの何番にお願いしますってお願いすると、トラヤさんがこう手動で電話をつないでくれるという形だったんですね。で、この時に東京の株式取引所などが第一声を決めておきましょうということで、この電話交換手につながった時の第一声を決めたんですけれども、はい、これじゃあ辰田さん何て言ってたと思いますか。これが先ほどのもしもしじゃないですか。違います。え、違うんですか。はい、え、それ以外？はい、分からん。結構難しいんですけど、久保さんどうですかね。もしかして暇ですか。なんでそんな喧嘩売ってるんですか。暇ってるじゃないですか。もしもしは私、もしも暇な人ですかって思って、久保さん、もしかして暇ですかは間違いなんですけれども、うん、まあ、ちょっとニュアンスとしては似てるかもしれません。そこからもしもしが来てるってこと。あ、違います違います。第一声、みんなで決めた第一声、こちらおいおいだったんですよ、なのでちょっと受け取った側がイラッとくるというか、ちょっとあれって思うような、はい、なんでおいおいなの。これね、なんでおい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 って、いや、なんか昔はそんなにおいおいっていうのが高圧的な言葉だと思ってなかった。おいおい説明しますとかね、おいおいかな、おいおいつなぎますんで、私が今から手でとわかんない。おそらくそうらしいです。フランクな言葉だったんですね、はい、今よりはフランクな言葉だったそうです。おいおい、でもね、今も大概フランクやけどね、おいおいどうですか、おいおい明大さんって言われたらちょっと どうですか。ちょっとフランクすぎるんじゃないそうですよね、そうなりますよね、はい、そうなんですよ。ということで、まあ、おいおいは少し高圧的に聞こえたのか、すぐにもしもしに変わったそうです。まあ、じゃあすぐにってどれくらいかと言いますと、電話が開通した1890年から、まあ、1903年までには変わっていたと考えられています。というのも1903年尾崎紅葉さんの小説にも、電話の口切りじゃないがもしもしと言いたいねという一節が登場するんですけれども、まあ、小説にこうやって出てくるっていうくらい、世間一般で電話の第一声がもしもしとして広く流通していたということなんです。で、そもそももしもしという言葉っていうのは、というところで先ほどトライさんおっしゃってくださったんですけど、失礼いたしました。はい、430年以上前からある言葉でして、もしもしハンカチを落としましたよというように相手に呼びかけるときに使う言葉です。これはもし人に声をかける際の丁寧な言い方、もしもしが変化してもしもしになったんですよね。で、このもしもしから始まるヒット曲というものがありまして、大久保さん何だか分かりますか。曲、もしもしから始まる曲、全然思い浮かばないです。辰田さん分かります。もしもし、もあ違うな、もしもし亀よ、もしもし亀よ、あ、俺じゃん、俺じゃん、
確かにみんなが知ってるのはそれなんです。違うんですよ。メダイさんどうでしょう。僕もそれ久保さんと同じやつだと思ってたから。はい、ね、違うんです。じゃあちょっと答え見てみましょうか。こちら1956年、曽根史郎さんというあの現在92歳の現役歌手の方が、すいません、それはちょっと当てられないですその勉強不足で、はい、あの1956年に大ヒットして、あの紅白歌合戦にも出場されたんですけれども、若いおまわりさんという曲ですね。今日のまとめです、うん、まず430年以上前からもしもしという言葉は存在していました。で、電話や警察官の呼びかけに自然ともしもしという言葉が採用されていたそうです。はい、